6連覇中の智弁和歌山、初戦敗退してしまう。7月15日に開催された智弁和歌山対高野山の2回戦、4対2で高野山が勝利し、6連覇中の智弁和歌山は敗退となった。相手のオシードやろ。高野山の伊藤監督、中央大、大正大、名古屋学院大の監督経験かつ、阿部慎之助を指導。今日も守備が硬いし、投手の球が浮かないのよ。3年部員4人、スタメン2人のチーム、智弁和歌山を撃破。これは大変なことだと思うよ。高野山去年初戦敗退やったんか、そんなところに負けるなよ。智弁和歌山22年ぶりの予選初戦敗退らしい。2年前に全国制覇したばっかりなのにな。とはいえ甲子園でジョックロック聞けないのは、ワイはショックやで。県大会で選抜上位進出校が波乱できるのは驚く。東邦なんかコールドで敗退した時は二度見するレベルやった。